はい、どうも、わっきーです。さあ、今日ご紹介するお店はラーメン屋さんでございます。でこちらの無糖製麺所さん、まあ、店名に製麺所ってついてるので店内で製麺してるんですけども、もうね外からも見えちゃうわけですよ、こうやって。まあ、今はねちょっと稼働してませんが、店内で製麺してる麺をいただけるっていうのはね、やっぱね美味しさも違いますからね。7種類の自家製麺が食べられると。で強気な発言もあって、うちよりうまい自家製麺あったら教えてくださいと。でいろんな人気メニューがあるんですけど、一番人気がこの極上のワンタン鶏塩麺ということ でこのお店ね、つけ麺も食べられるし、ここに醤油ラーメンあるんですけど、これただの醤油ラーメンじゃなくて農林水産大臣賞を受賞した最高級の生醤油使用の醤油ラーメンと。で他にもサイドメニューがありますし、で今来てる時間が夜の9時半なんですけど、夜になるとねバーメニューが食べられて、チーズフォンデューとかポモドーロとかね、アヒージョとか、なんかちょっとこうイタリアン系な料理まで食べられてしまうと。もうね14年続いているということで、もうなかなかの老舗のお店でございまして、どんな味わいなのか食べていきたいと思います。行ってきます。で今日は初めてゆっちが遅刻してきまして、電車の逆方向でした。電車の逆方向行った。あ、もう走ってきたの。駅から近かったんですけど、あ、そうダッシュで。駅から2分のところをダッシュで改札出てからもダッシュ。あ、そうなんですか。お疲れ様でございましたダッシュしたんでお腹減って、うん、もうダッシュしなくても減ってるでしょあなたはちょっとね、ここのラーメン屋さんは夜は飲めますから。いや、いいですね。酒のあてもいろいろあるし。じゃあハイボールと生。生で。あのこちらですね、テーブルオーダーでも OK です。大丈夫です。じゃあ、あのエビのたたきロングスティック春巻きと、はい、バッファローウィングで、はい。これ結構辛いんですか。結構辛いです。あ、本当ですか。わかりました。いいあ、そうですか。あ、大丈夫です。あのスタンダードのお願いします。はい。スタンダードでよかったっす。スタンダードでいいでしょう。せっかく竹の塚まで来たんだからさ、もう激辛でヒーヒー言いたくないもん。あ、お通し。おお。ラーメン屋でお通しってなかなか。煮干しを比内地鶏の鶏油で揚げてる、はい、うわー、これはすごいお通しが来ました。完璧です、あ、いやでもこれさ、ラーメン屋ならではのお通しだよね。出汁でさ、煮干し使うでしょ。使いますね。これを鶏油で揚げてるというね。いただきます。うまっ。なんか煮干しの苦味がさ、親友のコクで消されてるというか、柔らいでてすごい食べやすいですね。これちょっと粉々に砕いてさ、うん、ふりかけでご飯でいけるよね。あ、いいですね。うん、いやちょっと走ったからよりビールがうまいんじゃないの、ゆっちーは。いつもより全然美味しいです。いつもより美味しい。じゃあこれからちょっと遅刻すればいつもより美味しい酒が飲めるかもしれない。いやいや、ちょっとあの心臓のドキドキが止まらない。あ、そうなんだ。はい、なんかそれ言うとなんか俺がなんか変なことしてるみたいな。はい、うわあ、これは何ですか。明太マヨソース。あ、明太マヨソース。これだけ見るとさ、ラーメン屋なのかっていう。そうです。もちろん今日はラーメン食べますからね。揚げ春巻き大好きだからさ、まだ何もつけずにね。ん、エビがもう中で暴れてますよ。すごいよ。そんな生きてます。生きてる、生きてる。あ、生きてます。何このくだり。うわ、めっちゃうまい。エビと明太マヨ合うね。うん、なおきさん、さっきあの、エビが生きてるって言ったじゃないですか。まあね、言っちゃったね。僕も今こうやって生きてます。え、なになに、食堂なに。あ、すみません。エビが泳いでる。暴れてます。そんなにいいよ、無理に俺に乗らなくても。でも明太マヨがさ、すげえ合うからさ、これはうまいよ。いや、わきさん、これ明太マヨだけでも美味しいんですから。まあね、これ反則ですよ。いや、もうこれだけでも満足ですね。あ、じゃあもう帰る今日。あ、じゃあラーメン食べさせてくれ。ラーメン食べたい。はい、バッファローウィングできました。いや、これはめっちゃ美味しそうだな。タレもさ、ニンニクかな。ニンニクがゴロゴロ入ってる、ね、玉ねぎかもしれないけど。うわ、これはもういい。ニンニクの香りとね、チリソースみたいなね。お、うん、これたまらないね。うん、これは間違いない。すいません、ハイボールいただきます。ソースがね、甘辛なんだけど、胡椒のねピリピリ感とね、
ニンニクが結構効いててね、これは美味しいですよ。ソースどっさりですね。おお、一口でいったね、うん、うまいと何も言わなくなるからさ。今日お酒進みますね。いやちょっと俺これバッファローウィングはねこれちょっとすごい美味しいね。これは病みつきになります、ね、中毒性あるよね。中毒性あります、うんうん、そしてあのピクルスも頼んじゃいました。ちょっと野菜もさあ、そうですね、野菜足りてないんで。ラーメン屋でピクルスです。これも酒が進みそう。うんうん、俺あんまり言ってなかったんだけどピクルス大好きなの。あ、そうなんですね。あんまり動画で言ってなかったけどね、初めて聞きました。武藤製麺所の看板メニューをいただきましょう。ようやくでもこのままだとね危ない。もうちょっともう酒のつまみばっかりまた次頼もうとしちゃってる。そうですね、トモドロワッキーさんどうですかって言ってるからね。もうラーメンに到達できなくなっちゃうから。いろいろちょっと気になっちゃって。危ない危ない、どうする、そのラーメンは。いや、ワッキーさん僕つけ麺食べたいですね。あ、つけ麺行く。はい、あ、そう、つけ麺大好きなんです。コラーゲンたっぷりらしいねこれ。明日お肌ツルツル、肌ツルツルだねこれね。じゃあ俺は極上ワンタン鶏塩麺、一番人気、一応一番人気になってるんで。で今回さちょっとお願いしたのよ、作るとこって撮ってもいいんですかって言ったら、あ、そうなんですね、いいですよって、あの自家製麺、そうですね、8種類の自家製麺になっちゃってます、すごいですね。細麺から太麺から平打ち麺から、平打ち、あと縮れ麺で、あと季節の今ゆず切りってゆずの練り込んだラーメンもあるんで、まあ8種類になっちゃいましたね。すごいっすね。バカですよね。この時点でね、鶏と煮干しの香りがね、すごいんですよ。で鶏に関しては、比内地鶏使ってますからね。であと具沢山だし、でほんのり柚子の香りもね、鼻にきまして、すごく美味しそうです。ちょ、まずはスープからいただきます。鶏のコクがすごいね。あ、本当ですか。比内地鶏だね。で煮干しの感じも来るしね。あ、はい、あ、すみません、ありがとうございます。あのワッキー TV と言います。ラーメン屋だけじゃないですけど、はい、ありがとうございます。なんか隣のお客さん、すみません、ありがとうございます、すみません、リアルでフォローしてた。うん、麺はあの細麺のストレートなんですけどね、うん、スープ運んでくれて、この歯ごたえと自家製麺だけあってね、風味が強い、うんうん、うんうんうん、ワンタン、うん、これワンタンの肉すんげえ柔らかい。あ、本当粗挽きでゴロゴロしてる感じじゃなくて溶ける感じだね。あ、はい、でメンマも、うんうん、鶏チャーシューも結構入っててさ、結構入ってますね。うんうん、皮が美味しい。あ、これは鶏の胸肉かな。うん、うんうん、青木さん、疲
け麺は麺選べましたね。太麺か平打ち麺で。つけ麺ででも平打ちって珍しいけど、まあ、確かにそうです。あ、タケノコ甘い。つけ麺来たね。あ、つけ麺来た。来ました。うわ、これめっちゃうまそうじゃん。つけ汁がさ、どれだけ、うわ、うお、トロトロじゃん。すごいトロトロです。いいね。麺だけでね。なるほど。どうですか。おお、うん、いくね。もちもちなのと、小麦の香りすごいですね。あ、そう。麺だけでも美味しいですね。味わえます。確かに具が多いから。濃厚なんですけど、そのくどくないんで、スルスルいけちゃいます。鶏とね、豚骨を、あと煮干しか、トリプルのスープだからね。そうですね。ね、うん、チャーシューホロホロです。これあれ、うわすごいじゃん。これ中も角切りチャーシュー入ってるじゃん。うわすごい量だ。これ最初麺入るスペースない。これキクラゲでしょ。キクラゲとあと。メンマも結構量入ってるしね。あとお肉すごいもの。すごいなこれ。このままさ、ご飯の上にかけても全然いけるよね。これでご飯行きたいですね。初めてのはこんなに具の多いつけ汁だろ。そうですね、うん、卵もいただきます。うん、卵はもう黄身まで味が染み込んでるね。お互い麺に入ったら急にお酒が止まっちゃったって値段だけ見ると、あ、ちょっとするんじゃないのと、うん、ね、竹の塚界隈ではね。だけど比内地鶏とか結構ブランドの食材使ってるんで、これもね、スープ飲み干したいんだけど我慢しますあ、めっちゃ飲みたいスープ。え、これ本当にいただけるんですか。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録してくれた方に、あの、なんかいただいちゃいました。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまずちょっと香りからじゃあ、ね、あ、よく天丼とかってほら、タレあるじゃん。あのタレのあの香り、はい、食欲そそるね、はい、あとこれちょっと海苔がさ、はい、刻み海苔があるんだけど、この磯の香りもまたいいね。あ、いいですね。じゃあ、ちょっとすみません。この間ずっと見られてるという天茶丼でございますね。急遽いただいてしまいました、隣の方に。天かつと、あとね、豚バラのチャーシューが入ってるのかな。あ、うまそうだ。うっ、これはうまいね。豚バラの脂の甘みとね、うん、タレが、ほんとご飯が進む。これ半速ですね。天かつのサクサク具合もいいですよ。あ、めちゃくちゃ美味しいです、これ。結構今腹パンなんですけど、いけますね。いけますね、これ。刻んだ玉ねぎも入っててね。ああ、はい、うん。玉ねぎもなんか甘くて、美味しいです、これ。そうですね。うん、うまい。これまたラーメンの汁とも合いそうですね。太らす気が。Thank you.